リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリンドです。今日は、任天堂スイッチで検証していきたいなと思いまして、このように動画を撮らせていただいております。ちょっとサクッとやっていくのでね、いつもの V リンちゃんではなく、フィギュアリンちゃんに登場していただいております。よろしくお願いします。はい、ということで今日何をやっていくかというと、以前に、ドラゴンクエスト10ですね、で、キーボードを使って、しかも充電しながら使えるように、しかもテーブルモードでね、やっていきたいっていう動画を出したんですけれども、なんだろう、この辺に動画のなんかサムネイルを出しとこうかな。はい。で、この動画、概要欄にも貼っておくんですけれども、キーボード使いながら、しかも卓上モードテーブルモードで、充電もして、キーボードも使える、これを買ったんですよ。はい。で、今日は充電をしながらテーブルモードで、こちらゲームキューブのコントローラーを使っていけないかなと思って、その検証をしてみようかなと思います。はい。で、もしかしたらコントローラーが死んでる可能性があるんですよ。もう古いからね。だから弟ちん、かいりちんにちょっと借りてね、こちらも持ってきました。これね、Wii U の時に発売されたやつかなのゲームキューブコントローラーね。はい。で、その Wii U の時に発売されたやつはこれ。ここに差し口がね、あって、っていう状態。で、これを USB メモリーで挿して使う感じですね。で、ちょうどね、これ USB メモリー差し口が2個あるので、それでやっていこうと思います。サウンドモードじゃない。じゃあ、通常戦ということで、ストックは1でいいや。これこの間練習してたから9になってるね。5にしとこう。よし。まあどこでもいいや。終点化しておいて、今普通に使うと、こっちがこう反応する感じね。ダークサムスにでもしとくか。で、はい。これを刺していきます。おそらく、うまく刺さるんだったら、多分 2P 側に出てくるはずなんですよ。なのでそれをやっていこう。USB を挿す。そして挿す。はい。では、ここに、じゃあ私が愛用してた昔のゲームキューブコントローラーですね。もうめっちゃ使ってるからこの辺年季が入っちゃってね。ホコリもかぶってるわよ。ここも結構傷ついてるね。うん。錆びれているぜ。じゃあこれを刺していきます。わお、いけるじゃん。あ、でもこのコントローラーダメだ。なんかね、ぬるんってしてる。ぬるんとしてるからね、これじゃない方がいいかも。なんか使っててちょっと使いにくい。動きが鈍い。さすがにダメかな。このコントローラーどうだ？これです。お！あ！これ滑らかだ。これ昔のクリアじゃない方ね。もうでも結構、これも汚れてるね。あ！いけそう。ちょっと試しに戦ってみるか。いけるいける。ほら。でしょ？ほら。で。うん。よし。いけてるね。いけてるいけてる。ほら。まあね、こっちが操作元だからね、しゃあないんだけどさ。ってことはよ、今刺さってる状態なのね。で、これ外すじゃん。こうやって。してやるとさ、これが 1P 化してくれるんじゃないの？これがね。あ、一応こっちに残るのね。ああ、ああ、これでも一応接続がされてるの。はいはい。オッケーオッケー。じゃあちょっとにしてコンピューターをこれで動かせるんだ。じゃあコンピューター緑にします。で、ちょっと試そう。いけるかどうか。はい、はい、はい。わっ、おわお、はい、いけるね。うん、最後遊んじゃった普通に。ということでゲームキューブのコントローラーいけますね。じゃあ最後にどういう状態になってるか、総称というかどういう状況か見ていこう。総称？でもなんか見ていこう。はい。もう日本語がおかしい。はい。ということでどうなってるかっていうと、今こんな感じでーす。よいしょ。はい。ここから、これがくっついてる状態ね。USB Type-C のやつね。で、ここに、あれどこやったっけ？あったあった。この充電器。純正の充電器じゃないとね、うまく充電されないみたいなんで、純正の充電器をここに挿してあげてください。で、充電しますね。で、その状態に、こちら USB で、これ、Wii U でも使える、ゲームキューブのコントローラーのこれ。で、多分なんだけど、これ、1個挿すじゃん。これね、多分、これ1個のアダプターで、2個目刺すよ。多分いけるはず。うん、いけるね。はい、3個目刺すよ。いけるね。うん。今3個刺してます。で、3個いけます。なので、ちょっとした出先とかでも戦えるかも。で、これで、これでいけるでしょ。で、これでいけるでしょ。ほうほうほう。はい。こんな感じでね、5人もいけるし、って感じね。はい。だから、これに、あとは刺したらいける。で、昔のゲームキューブのコントローラーそのまま使えるので、もしゲームキューブのコントローラーでやりたい方とかがいらっしゃれば、これでやれますね。これ、ほんと、なんか、でもすごいね。これで、こんなちっちゃい状態でできるんだね。なかなか、ちょっとコントロールは難しそうだけど。各ゲームの代表みたいな人たちもいる？一応。こ行った？はい、みたいな感じで、5人もいけますね。いやー、これすごいわ。はい、ということで、今回の検証で分かったことは、これ使えます。普通に、エルクモの。品番だけお伝えします。品番は、U3HCA413B です。はい、もう一個の、以前の動画の方にもこれは上がってるので、よかったらそっちの動画も見てあげてください。ということで、今日はスイッチの検証動画。テーブルモードで充電もしながら、これ、Wii U のこのアダプター使えるのかという動画でした。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。またねー。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。